え今日はですねラピエルゼリウス SL の、えー、お話をしたいと思いますそれでは始めましょう <music> はい皆さん、えー、今回ね発表になったんですけども2022年のワールドツアーのバイクですねでバーって見ていくと別まああの驚くものも何点かあって、えー、一番目に止まったのはこのゼリウス SL なんで,すよでこのラピエールのホームページにもまだ前回のものしか載ってなくてかなり今回のゼリウス SL フォルムが変わったじゃないですか。でおそらく皆さんもうこのあのワールドツアーのマシンの中で一番 気にななっってるとところではないではいしょょうか、えー、ちょっとね今日はねまだ考察チックなお話なんですけども、えー、自分なりにね,ちょっとね、えー、調べた内容をちょっとおは、ね、皆さんとシェアしていければいいかなと思って、えー、お話ししたいと思いますそして、えー、今日の構成はですねこんな 3, 点で、えー、3部構成でいってみたいと思います1、えー、ですねより全方面にパワーアップ2よりエアロ化3独自のシートステイでございますねははいそれでは行ってみ ま,しょうまず1のね全方面のパワーアップですねはいで今回は、えー、ラピエールのテクノロジーの硬化ポリプロピレンマンドレルっていうね、えー、噛まないわけにはいかないよっていう感じのねえー テクノロジーをつ掘り込んできましたよこれでまあ何なのってところなんですけどもえ簡単ですねえ前回よりもさらに圧縮をかけてでその圧縮がうまーく均等にいく技術なんですってえなのでえカーボンの、えー、そのね厚みのムラが全くないらしいんですよ。薄くうっすく作っ で相当プレスししててるるのででめめちゃめちゃゃ強度が出てるらしいんです、ね、えー、まあ、だから単純に前回比よりも、光合成で軽量化。まあ、当たり前なことなんですけども、えー、新しいテクノロジーを使ってのパワーアップなので、えー、かなりまとまってきてるようです。はい。そしてね、えー、前回の、えー、ゼリウスも、上りがね、意外に僕知らなかったんですけども、いろんな口を、コンビを見るとね、上りもまあ、 まあ、いけたんですけども、まあまあっていう感じだったんですね。で、えー、それがどうしてもゼリウスさんたちは納得いかなくて、それを、えー、今回のこのテクノロジーを使って、効果ポリプロピレンマンドレルっていうので、ね、えー、テクノロジーで払拭してきたそうですね。<laughs> えー、そしてね、どのぐらいね、こだわってるのかなっていうのをね、こ,これでね、ちょっとすごくわかるた、わ、えー、かってくると見えてくると思うんですけども、えー、各ね、他のメーカーも実は取り入れてるんですけども、サイズによって合成力が最適化されてるんですね。えー、例えば、XS と S と M でライトフレーム 725g、そして、 L と XL は、えー、スティックフレームとなって 745g、えー、となっております、えー、サイズによってそのフレームの名前が違うんですねで名前が違うだけあって大きい大きいからという 小っちゃくと、ちっちゃくなっていく、フレームが小っちゃくなっていくと合成力って上がってきちゃうじゃないですか。えー、密になるので。えー、そういうのを最適化してるらしくて、大きくても小さくても、えー、ラピエールの理想の、えー、硬さを実現してるそうです。はい。そして2番目ですね、えー、よりエアロ化です。エアロ化なんで、前回もね、エアロを意識してるんですけども、そうまでもなかったんですよ、前回の SL は。で、全て再生 再設計をし直しし直たらしいんですよこれはねあの皆さんねしょあの仕事やってる方だったら分かると思いますよ全部再設計しようって言った時のこの木の重さい重い感じえまた一からやるのみたいな。<laughs> え、ちょっと前のやつ拝借してくればいいじゃんみたいな、そういうわけにはいきませんよ。今回のラピさんはね、本当に気合入ってて、全部再設計したらしいです。だから1から再設計したので、もうエアロ効果は飛躍的にパワーアップしました。でね、一、えー、1からなので、ジオメトリーも変わってきていて、一番気になるところがね、トップチューブとシートチューブが短くなったんですね。こういうことによって、えー、よりちょっと体がね、今流行りの前傾前になって、 えー、体が、えー、トップチューブが短くなったので下がる要するに、えー、車体自分人間ですね人間が一番空気抵抗を受けるじゃないですかそれがまず、えー、低重視になるそして前に前に行くと分かりますねこの時点で、えー、ライダーの空気抵抗も削減してるっていう形で前乗り気味になったのでよりねトル,トルクフルなねペダリングができるようなね感じになっていくんではないでしょうか、まあ、もちろん、ねえー、で低重視になったので安定

もうね、勢いで喋ってますからね、むちゃくちゃですよ。えー、っとですね、まあ絶対これに、ええー、語らなきゃいけないところですよね。で、ゼリウスね、このトップチューブの途中からシートステーが出てますよね。はい。えー、で、シート、ええー、チューブをまたぐような形でいってま、いってるじゃないですか。 完全に独立してますよね。で、これ何のためにってところなんですけども、えー、まあ、想像通りですね、柔軟性なんですよ。振動軽減。つまり、えー、疲労の軽減ですね、えー。やっぱりワールドツアーっていうのはもう1日ね、100キロ以上とか走る上で、疲労軽減ってかなりでかいんですよ。あの、僕もね、週末の高強度の時に余裕で100キロ超えた高強度をやる時に、最後の 最後はね、あの、疲労との戦いになってくるんですよ。疲労が溜まってるとね、もうね、思いっきりね、踏み込むことも嫌になってきてしまうので、フレッシュな時にはね、えー、どんなね、硬いフレームでもいけちゃったりするんですけども、最後のね、疲労がね、えー、軽減し続けていくと、最後の最後でまた踏めるというね、えー、メリットがありますので、そこら辺をね考慮して、えー、ゼリルスは今回もこれを取り入れてきたんですが、逆に言うと、クリテリウムみたいなね、えーえー、パワーだけでパッと終わらせちゃうっていう と時には力が逃げちゃゃうんじゃないのって思うんですけども今回ねちょっとこの写真を見てねちょっと BB マリーをちょっとね見てみたんですよそしたらね分厚い分厚いでパッと見る感じですけどもダウンチューブとまたねチェーンステーがね、えー、やっぱりねグワッとね人つながりになってるパターンなんですよね、えー、この絵で見るとなので若干ねあのオールラウンダー というよりもなんかねまあいつも通りなんですけどもキャニオンとかねあと RP9 とかのえあとタマクもそうこのパターンですかねあと最近ですとねオルベアのねえ新しいモデルもこの感じになっていますのでガツッと踏み込むのにも対応してスピードが乗ってくるとね全身を使いながら高スピードを保つようなね感じなね乗り味になって仕上げてきてるんではないでしょうかまあこれはあくまでもね 想像なので、えー、どうか分かりませんが、えー、BB マリオを見ても今のところトルクが逃げるようなひ弱、えー、なね形になっていないのでこれはね相当期待できますねはい、えー、そんな感じで、ね、今日はゼリウスのラピエルゼリウス SL の、えー、お話でした、えー、非常にね個性的で僕はねこれねあのー、まあねあのドグマドグマって言ってますけどもその次にねこれかなりね あの、僕、こういうの大好きですから、こだわりのある、えー、フレームって。絶対ここはやめないっていうところがね、すごく僕魅力的でいいと思います。えー、今回はね、全方面にパワーアップしたっていうので、皆さんね、ぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じで終わりにしましょう。えー、いつも通りですね、ちょっとでも楽しかったら、いいね、チャンネル登録お願いします。そして、下の概要欄から SNS チェックしてみてください。そして、サイクルジャージ、インフィニットよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。